ティケラドムで14です。今回はこちら、ハグレメタルのね、対戦を久々に紹介していきたいと思います。まあ、特にね、ハグレは結構ラバル系の攻めが多いので、ラバルに注目してみていきたいと思います。早速やっていきましょう。というわけでやっていきましょう。ラッシュ GG という大会ですね。以前、クイモカズの方はね、勝ち抜きを決めたいというふうにね、紹介したと思うんですけど、まだ予選はたくさん続いておりまして、まあ、この後ね、ハグレも当たってるんですけど、ドライブゲーミングとかバドジンガーとか、世界大会に出るようなクランもまだ、ゾロゾロ残っているのでね、VN トンピナイとか、その辺がね、たくさんいるので、まだまだレベルの高い予選になっております。5分30ですね。さあ、早速やっていきましょう。まずは6-1のライトニングで、対地クロスボウとインフェルノを壊していきました。アイゴレを盾にロイヤルチャンピオン展開して、透析機とロイヤルチャンピオン残ったところを刈り取っていきつつ、外周部クイーンで拾っていって、サイドカット及びタウンホールまで見ていくというイメージですね。リクスケの処理もこれ一緒にクイーンがやってくれたのでスムーズに進みつつ、アイゴレかなり刺さりましたね。さあ、ロイヤルチャンピオン、相手のロイヤルチャンピオンにも触れる位置に入りつつ、ブーメラン。ポイズも2枚あるので援軍何でできても OK と。さあ、上側大砲が空に対する防衛施設がないということでお得に刈り取られていきつつ、キングを展開、下側はジャイとアイゴレを盾にしてキング、あ、じゃない、クイーンをタウンホールの方へ誘導しつつ、これはまあこのままクイーンは放置してオートで入れていく感じになりますね。さあ、ボマをイーグル回り、キングと一緒に足していきつつ、キングでオーデンゾ、じゃあイーグル砲の方へ誘導していきつつ、援軍出てきたので早めにフィストで使っていくとで、バーバリアンで一瞬で相手のねストライカーを処理していきつつ、ボマーが刺さっていきます。イーグルももう壊れているので、ここからイーグル方から飛んでくることなくダマにして出しても OK ということでね、援軍処理用に重ねてドラゴンも持ってきてるんですが、まあ、特に相手の援軍はラバだったので無視することができて、初手トームストライカーで相手のクイーンを処理していきつつ、しっかりラバにもねトームかかってるので、このままラバが先行でタゲ取りつつ、ポイズンもねまだ1枚余ってるんですが、気づいてみれば大量の呪文と手元にはまだバルーンが12体残っているような状況。さあ、これで2体目のラバが弾け飛びつつ、ポイズン2枚目のポイズン使って相手のラバパピーを処理していって、そうこうしているうちにフリーズ2発とインビジブルが1枚余っていっての圧倒的全開とガーサス。まあね、ラバルというと、まあ、結構クイーンウォーカーズのメンバーもやってるんですけど、ハグレもね近い感じでね、ラバルのアタックがかなり多いので高品質なラバルがたくさん見れます。さあ、続けて見ていきましょう。こちらドラゴンライダーの入った形ですね。ラバとツイズのドラゴンライダーラッシュと、ドラゴンライダーラッシュはねそんなに対戦では使われる戦術ではないんですけど、結構使うクランは使えますよね。しっかり対空砲に対してラバーを出していくことで突撃艦を完全ケア、狙っていた区画へ誘導することができていて、インビジブルからのレイジ。突撃のコツなんですけど、コツというかまあ呪文の打ち方というか、レイジはねもう必ずウィザードが通れる区画全部にかかるようなね、基本そういう打ち方、もうレイジの打ち方でかなりわかります。以前ボンクラの方でね、聞きリプレイみたいな感じで、これ誰がやったでしょうかみたいなね問題が出てたんですけど、その中にマオさんとかポンタさんとガクの3人がね突撃をするシーンがあったんですけど、僕はレイジの打ち方で一瞬で分かりましたね。裏で一緒にボンさんとかと一緒に見てたんですけど、絶対これガクですよっつって、もうレイジのすべ、あの突撃の動けるマスに全てにレイジかかるように打つっていうところ、もう外周部にかける意味がないんでね、そういうの心がけてあげるといいかなと思います。さあ、まずは突撃で援軍処理をしていきつつ、クイーンでタウンホールを拾って、この辺はもうラバルと同じ流れですね。キングを誘導していって、スケルトンからのイーグル狙いなんですけど、ちょっと重め。さあ、ロイヤルチャンピオンも追加で出していきつつ、フリーズかけても良さそうだったけど、ここはフィスト使っていって、キングロイちゃんでイーグル区画を見ていく形。さあ、残してドラゴンライダー3体のみで、まずはウォーデンをつけて進んでいきます。フリーズ使いましたね。さあ、裏から2体とバルーンを足していって、こっちは空に対するヒーローがないので、ここで見ていきます。はい、フリーズのみでここはドラゴンライダーで突破していく形。さあ、ここはレイジドラゴンライダーストライカーで相手のヒーローを一瞬で処理していきつつ、ここは
しっかりと刺さってますね。ドラゴンライダー2体、3体と2体で振り分けていってという形、この辺クイヒードラゴンライダーではなかなかできない選択肢なんですけど、綺麗に刺していって、裏から残していたバルーンも刺していってと、ちょっとおお、最終的に結構苦しくはなりかけてますが、ウォーデンのついたロイヤルチャンピオンが回収していって終了という形ですかね。うん、危ない。まあ、初手のキングロイちゃんが最終的にここまで伸びているというところで、うん、フリーズ結構使って温存したイメージがありますね。さあ続けてトライブ戦なんですけど、14対10ということでね、あのトライブ相手に10点に抑えてるのすごいですね。前回0本ですよ。このメンバー相手に10点で抑えるというね、非常にいいな。さあ森勝見ていきましょう。結構ね、なんだろう、クラスも結構やる形なんですけど、純正のスーサイドラバルにウッドランチャーを混ぜていく形で、中心マルチをウッドランチャーのみで見ていくっていうのがね、結構クラスもクイーンウォーカーズの対戦でよくやってるあれなんですけど、まあ、森勝も今回狙ってったんですけど、若干角度変えてるんですよね。これがね注目ポイントですね。これが結構もう、これクラスもそのままやりそうなぐらい、そういうプランだなって見えました。これはさあ、ゴーレも縦にクイーンをやってきますが、ちょっと被弾受けてたのでインビジブルで隠していきつつ、ギリギリこれマルチにかかるようにウッドランチャー飛ばしつつ、このウッドランチャープラスクエイク一発でね壊せるんですよ。マルチは被弾を受けずにね、でこの解放して出てきたイエティが隣のマルチインフェルノまで伸びていくっていう、これがバカ強い。うん、しっかりマルチまで伸びていきましたね。でクイーンとロイヤルチャンピオンで三軸角を突破しているような状況なんですけど、まあ、こうなると当然ね、タウンホールが残るラバルをしなきゃいけないので、ラバルの難易度が普通と比べてかなり難しい、しかも兵器も使っちゃってるんでね、この辺はちょっときついですが、この辺の人たちはね普段からレジェンドリーグで難しいラバルをたくさんやってますからね。まあ純正ラバルだったり、まあ突入ラバルもそうですけど、突入は特にそうですね、兵器のないラバルを普段からやっているので、まあ、クラスとかも兵器のないラバル、タウンホール残ってても落ち着いて回せてるっていうところもありますが、さあスケルトンをしっかり相手のクイーン用に使っていきつつ待ってますね。ストライカーここで使っていって、スケルトンの盾にストライカーを刺していくというイメージ。さあ裏投石フリーズでもう一回固めれますね。もう一度フリーズ使っていってヘイストと、で対地クロスとかもねタイミングよく固めていたので、クイーンが最後まで生き残っていっての前回ガーサスと、謎のポイズ。このウッドランチャーのバリューがね非常にでかいですね。ちょっとなかなか紹介する機会はなかったんですが、さあ続けてもラバル、結構ゴーレムの入った形が多いですね。しっかりゴーレムで盾にしていってリクパートを伸ばしていくというイメージかな。さあインビジブルも3発、純正のラバルだと結構呪文も豊富に使えるんですが、ヒーローパートを守るためにスケルトンとかね、インビジブルとか、その辺を多めにしてリクパートがっつり伸ばそうって人がやっぱり多いし強いですね。ラバルパートを伸ばそうって感じで、ほぼ呪文をラバルに振るみたいな形はね、ヒーローパートで削れない分、なかなか難しいんですが。さあ、ポイズン1枚なんですが、もうパピーではなくて、ストライカーに合わせていきましたね。援軍処理していきましょう。このままイメージ的にはおそらくね、クイーンを真ん中通路まで誘導みたいなイメージだと思いますね。なんですけど、このまま一マス区画の中に入っていってしまいます。さあゴーレムを盾にゴレキン展開していって、ロイヤルチャンピオン6時という形になりそうですね。さあここなんですけど、いや遅い、インビジブルからのスケルトン。さあ6時ロイヤルチャンピオン刺していきます。ちょっとやりたかったことができてなくて、まあおそらくロイちゃんこっちってイメージだったんじゃないかな、キング6時に入れて。さあここは形は変わってしまいましたが、中心マルチがね一番大事なので、マルチの方にキングを差し込んでいって、しっかりとマルチインフェルノ壊すことができました。かなりテスラ盛りやって6時入れるのめんどくさそうでしたね。
さあラバルパートは下からロイヤルチャンピオン生きてるうちに始めていきます。どうだろう、フリーズかけて、ここはまだトームは使わないかな。ロイちゃんはここで死んでいって、スケルトンとかもあるとね、ストライカー相手のヒーロー処理する時の盾にできるので非常に簡単に処理ができますね。イーグル下潜らしていって、クジは事前にカットが入っているのでルートはしっかり綺麗に誘導しつつ、さあレイジ、スケルトンもクイーンの上に置きたいんですが、ちょっとずれたマス目に置いていきますが、ストライカーがまだいるので、あ、キングに刺さってますね。からの周りを囲んでいって、追いストライカーは出さず簡単に処理できましたね。さあまだフリーズヘイストがあるので潰していって終了と。ガーサス、まあ、少しリクパート崩れてしまいましたが、まあ、削りたかったことはねほぼできたので、綺麗なラバルで刺さっていきました。ガーサス、さあリージ、ちょっと変則的な編成ですね、まあ、チョコさんがね結構やってるような形にはなるんですけど、ドラゴンライダーとこれどうだろうな、トツウィズっぽい呪文構成なんですけど、さあまずはロケバルで出しつつ援軍を釣りつつ、どうしますか、来ましたね、バルーンで突撃艦、あ、じゃないや、ストライカーのタゲ取っていって、援軍も小物結構突撃艦の破壊ダメージで刺さりましたね。さあゴブリン投げていって、うん、ゴブ15体編成でまずは罠チェック及びタウンホールにもダメージを与えつつの突ビズから始まりました。さあトルネも解除できたの熱いですね。さあシングル、タゲが変わるので少し、タウンホールとシングルを狙ってた形だと思うんですけど、しっかりできましたね。さあクイーンがちょっと不穏な動きをしていますが、これは内側に入らない。さあドラゴンライダー3体とラバとバルーン14体で回していくって形になりますね。さあ今回もゴーレムを使った形、ゴレイチクイーンを伸ばしてキングロイちゃんを近くのサイドで伸ばしていくっていうイメージで、あ、もう一緒に使っていくんですね。さあジャイロイちゃんを6時テスラ見えたから、こっちはテスラそんなにないと見てのこれかな。さあ2ヒーローに対してスケルトンも出しつつ、キングロイちゃんをフィストで吹き飛ばしていきます。さあキングは大暴走して内側の区画に入っていきました。さあバルーンで大砲潰しつつ、この真ん中ツールをクイーン歩かせるのがやっぱスーサイド系でも流行ってたり、まあ元からですけど。さあロイヤルチャンピオンは能力はギリギリですが飛ばされてしまう。さあ太一とイーグル固めてロイちゃんも温存していきつつ、まずはただのラバルを回していって、裏からドラゴンライダー追加で出していきます。さあ投石狙いという形でしょうか。テスラが生えてきてしまったので少し重めにはなってますが、フリーズで固めていって、クイーンが壁を突き破ってマルチを突破していく。さあここからもう2枚フリーズがあるので、フリーズかけていってドラゴンライダーがしっかり投石機をタンクしきっていって、ラストもう一度フリーズポイズンで終了と。最終的にはドラゴンライダー3体全部生き残ってるので、ちょっとねバルーンの数が少なくなって怖いところはあるんですけど、ドラゴンライダー採用がしっかり刺さっているっていうところですね。ガーサス、さあそしてねバドジンガー戦なんですけど、11対13で敗れてしまって敗北で、まあ予選はバドジンガーに敗れて負けという形ですね。まあ、星数は11対13と負けてるんですけど、パーセントは勝ってますね。ラスト1本これで終わろうと思いますと、天才ラバルですね、森勝と。さあ5-1のシングルインフェルノ、タウン裏のシングルに天才っていうのも割と鉄板の形の一つですね。クイーンのみでタウンホールを拾いつつ、もうこのタウン裏のシングルとか折っておることで、タウン前をねクイーンで削ることで大きなスペースができますよね。これによってラバルのルートを作りやすいっていうのが、このタウン裏シングルであっても天才を打つ理由の一つかなと思います。まあ、人気な、まあ、鉄板天才打たれる場所ランキング2位ぐらいかな、
1位は真ん中マルチ、2位はタウン裏シングル。タウン裏マルチのとこにはね、基本的には食い引き系とか別の戦術が刺さりやすかったりするので、タウン裏マルチに関しては降りに行く必要はないかなっていうところ。うん。さあ、援軍ラバネクロポイズン2枚あるので、まずは1枚目のポイズンでネクロも潰していきつつ、キングロイちゃんで三軸角を伸ばしていきました。さあ、クイーンは黒くなんですけど、ここトルネードに巻き込まれてしまったので終了と。さあ、もう1枚ポイズン使って、スーサイドラバルの時にね、ポイズン2枚、援軍かかるところに突っ込む時はポイズン2枚あると本当に安定するので、まあ、逆にないとちょっと怖いなっていう方が優先されるイメージ。さあ、真ん中マルチは今回天才しなくてもロイヤルチャンピオンが刺さっていきました。これも見越してっていうところもあるかな。なのでこっちを削ってるおかげで真ん中マルチにロイちゃんが誘導できるっていうところもありますね。さあ、最終的にはこのまま進んできてトムツかな、打っていってラバも温存、ロイヤルチャンピオンも生き残っていって、手元にバルーンがまだ13体あるという状況。さあ、フリーズヘイスト適当に呪文打つだけでも終了ですね、これは。さあ、手元にバルーンを残していって終了。ガーサスと圧倒的ですね。残していって終了です。残してますね、これは完全に。さあ、今日ねかなり多くのラバルを見てったと思いますが、非常に高品質でしたね。まあ、クイーンウォーカーズでもね、ホッサンとかクラスがねよくやってるんですけど、ラバルを、まあ、似たような形で結構ヒーローパートに重きを置いた形が多いかな。ラバルパートでドッカーンっていう、なんだろう、ヒールとかレイジとかガンガンやっていくっていうタイプよりも、リックパートでかなり削って残りをラバルで回収するようなイメージ、そういう形の方がまあ強いし、プランも立てやすいし、ラバルの難易度も落ちるしっていうところで、もうリックパート決まったら勝ち確だよねっていう状況を作るのがやっぱラバルでは大事なことなんですけど、今回のアタックは基本的にそれができてるアタックが多かったですね。まあ、ヒーロー多少それたり、まあ、クイーンの動きが変わっちゃったりしても、まあゴーレムでやったり、まあ、キングを逆に生かしていったりね。というわけで今日はハグレメタルの方からラバル編でした。まあ、トライブゲーミング倒したりとかね、まあ、今かなり世界一強いんじゃねみたいな、ロースター的にもメンバー的にもね言われてるトライブゲーミング、その一つではあるんですけど、圧勝でしたね。まあ、たまにハグレのね紹介もできたらいいなとは思ってますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でしましょう。さよなら。